んは。こんばんは。こんばんは。ヨーグルトな、うん、めっちゃ大きい入れすぎたかもって思った。ブルーベリー、ブルーベリーを潰したい。ちょっと待ってね。よっしゃ、充電器をゲットした。あ、届かないかもしれない。届かないわ、届かないわ。届くよ、君がそうやって邪魔をしているんだ。届いた。レポートは今からやるで、ショールーム終わってから。だから15分経ったら教えてくださいまし。ヨーグルトです。おかゆってどうやって作るんだろう。うん、ブルーベリーが入ってる。水多めにして炊くんだ。冷凍のさ、ご飯をおかゆにするのはどうやるの？歯にキンときた。ブルーベリー。煮る。
雑炊は作れる。何雑炊？キムチ。雑炊好きなの私。ブルーベリーを潰してる。そう、冷凍なんだけど、ジャムいいなって思った。前までジャムだった。うん。ブログが上がります、多分そのうち。上がってる？ああ、ブログが。あ、また？なんでだろう。またか。シュッとした？本当に？やった。そう、この時間に食べてっていうのはあれなんですよ。今までがそうだったから逆に少ないんです。今の方が食べてる量自体は。
おとなしいですか？いつもですよ。今割と目は冴えてるけどね。肩がすごい痛い。今日ベッドで寝ようと思う。じゃあ布団で寝ようと思う。ベッドと布団があるけど。この毛が回ってる。いたんで。ヤギは布団。私のベッド二人寝れないの。寝るとね、多分折れちゃう。人が来た時用の布団、これ。たまにトンドズンって座るとなんか鉄なんだけど、ミキミキって言うから。ねえ、伸びてよね。いつ切ったっけ。これぐらいに切ったはずなのに。短くしたいけど、おかっぱみたい。短くしたいけどな。ほら、短い方が良くない？隠れないよ、ここ。切りたい。切るとしても梅雨が終わってからかな。梅雨の時期に縛れない長さだとあれなんですよ。どうしようもない。うねって、だって雨降ってる日縛ればさ無害だけどさ。だから梅雨が終わってからかなっていう感じです。切るなら。
でもきっとね、ショートの私も好きだと思う。みんなカホが好きだからそう、もうね、切ったら推し変されるかなっていう不安でいるんじゃなくて、切っても絶対好きでいてくれるっていう風に思ってることにしたから、多分切るかも。染めるのはさすがにちょっとあれだけど、悩むけど切るはず。そんな感じ。ショートね、重くないショートがいい。私毛先統一で切っちゃうとね、やばいよ。黒歴史だから、それは。だからどうしようかなって思ってる。前下がりとか良くないって思うよね。なんか涼しそうな感じのショットがいい。毛が太くて毛の量が多いから重くなっちゃうのよっていう感じです。もう長いしね、傷んでるから、ここの毛先の色がもう違うもん。ほら傷んでる。ここね、ここがね、多分ね、染めてた頃の毛なの。ここはもう地毛だから、ここだけ茶色いから、さよならしたい、こことっていう感じです。はい、色落ちしたっていうのもあると思うけど、茶色、めっちゃ茶色。バーン。はい、ランキング見ます。1位みかんさん、ありがとうございます。ありがとう。2位うちさん、ありがとうございます。3位作詞斉藤師匠、少佐さん、ありがとうございます。4位春尾さん、ありがとうございます。5位坂上のひろさん、ありがとうございます。6位青木、あー、フラッシュスペシャル編集長さん、ありがとうございます。すごい、アイコンまで一緒だありがとうございます。6位だ。7位マーコポンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。透けてる、アイコン大きいさん8位おぐりちゃんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。9位ゆうたさん、ありがとうございます。10位まーくん、ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます。11位べんぞうさん、ありがとうございます。12位ね、ねも0213さん、ありがとうございます。13位しげぽんさん、ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございましたみんな大きいさんって言ってる、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。また呼んでくださいいつ髪切るんですか。6月ぐらいですかね。6月後半ですかね。じゃあそしたらまた待ってますありがとうございました。
今からレポート頑張ります。はい、ありがとうございました。また明日、また明日ね。ありがとうございます。